サイスズは、大韓民国の軍人、初代軍機司令部司令官。1917年10月、環境ニュに裏に生まれる。早稲田大学在学中に、学徒出陣して、日本軍商位。1946年3月23日付で、軍事英語学校卒業、任意商位。第8連隊の創設に参加。1948年3月11日、 軍旗司令官。同年11月16日、中漁新級と同時に、第18連隊長に就任。1949年7月、陸軍不評学校校長、任隊漁。1950年3月から日本に渡り、第25師団で研修を受けた。朝鮮戦争が勃発すると帰国し、1950年8月に、第1訓練所長。同年月、 京商南道地区海原司令部馬山派遣隊長。同年10月、第3軍団参謀長。同年11月、第3師団長。1951年3月、陸軍本部前方式所長。4月、第9師団長。1953年4月、捕虜交換引受け団長。同年5月16日、任意少々。捕虜交換任務を終えると、 陸軍不評学校長となり、同年9月28日、陸軍本部作戦教育局長に就任。1954年6月、アメリカ陸軍式幕僚大学に留学。1955年6月、第21師団長。第3管区司令官、第1軍副司令官、陸軍本部管理参謀副長、軍事停戦委員会韓国側主席代表。 第一軍団長、第三軍団長歴任。1961年1月、任中状。同年5月、5.16軍事クーデターが起きると、反対を表明。同年8月24日、予備役編入。ありがとうございます。